髪の毛長いですね。なんかケアとかしてるんですか？塗ってます。トリートメントとか。あ、サラサラ。はい。自慢げにさらっとやってもらっていいですか？大丈夫ですか？いけれます？素敵っす。ありがとうございます。インド派、アウトドア派？インドアです。え、大丈夫？今太陽すごく当たってるけど久しぶりに太陽浴びましたでも太陽似合ってるっすよ。ありがとうございます。昨日は寝れた？6時間ぐらい。あ、結構寝てますね。結構寝ましたね。緊張して寝れないとかなかったんですか？あんまりなかったです。余裕っすか？余裕ではないけど今日これから撮影に始まっていきますけど。はい、頑張ります。なんか肝座ってる系女子ですか？そうなんですかね、うん、身長高いですよね。何センチですか？160センチです。運動は？運動しないです。過去に？いや、何もちょっとスキップしてみて。あ、いけてるっすよ。できてます？はい、もう一回お願いします。あ、いいっすね。運動神経ありそうっすよ。ありますか？はい。いけてますか？めっちゃいけてました。よかったです。さあ、今日は AV の運動神経を試す時ですね。あ、確かに。スタジオ行きますか？頑張ります。はじめまして、朝日リオです。年齢は20歳です。今は大学生です。よろしくお願いします。なんか硬いっすね。あ、なんか顔赤くなってますよ。暑いですね、ちょっと。緊張してるんですか？そうですね。どうですか、スタジオ来ましたけど。あ、ちょっと緊張しますね。見えないですね、なんかインド派に。最近外出たのは？犬の散歩です。犬派？あ、でも猫も好きです。どっちかというと？どっちかというと犬。犬の鳴き声お願いします。犬の鳴き声。3、2、1。ワン。大丈夫ですか？大丈夫です。なんか急に赤くなってきましたよ。ちょっと恥ずかしいですね。せっかくなんで猫もやっときますか？猫も。3、2、1。にゃん。普通。いや、スタンダードが一番いいかなと思って。すごい笑顔素敵ですね。いや、ありがとうございます。よく笑うタイプですか？そうですね。ツボ浅め。うんうんうん。特技は？昔クラシックバレエやってたので、はい、体は柔らかいと思います。Y 字バランスとか。 Y 字バランスは、できるかな。うん、なんかそれはできそうな気がします。ちょっと立ってもらっていいですか？受けないでくださいよ。お願いします。今本当に？ちょっと待って。それ Y になってないですよ。ちょっと久しぶりだからちょっとできなかった。昔はここまで上がってた？横まで上がってた？なんか、上がってたと思ったんですけどね。床に手つきます。本当にクラシックバレエやってました？
やってました、やってました。いやでも昔だからちょっとあれかもしれないです。興味があって来ました。どういった興味が？いろんな場所でやってみたいな感じです。体験人数は3人です。少ないですね。そうなんですかね、うん、なんか大学生はもう30人ぐらいやってるって聞いたんですけど、どこで聞いたんですか？相手は？相手は彼氏ですね、みんな。じゃあ彼氏以外とエッチしたことないんですか？ないですね、うん、真面目ぶってるんですか？全然本当にないですよ、うん、真面目なんですね。はい。性癖 SM で言うと S よりですね、うん、多分悪い顔になっちゃうんですね。あ、そうですね、うん、感じるところ、でもどこでも感じますけど、乳首とかですかね。乳首の場所を自分で教えてください。ちょっといろいろエロいことも聞いていきたいんですけど、めっちゃ変なこと聞いても答えてくれるかなと思って。ダメですか？例えば、あ、まあちょっと、ね、初体験、あ、どうですか？覚えてます？覚えてます。どんな感じだったんですか？どんな感じ、うん、高校生。相手は彼氏。初めて。あ、そうです、そうです。わ、すごい、ありがとうございます。どうでした感想は？感想、え、でもなんか最初だからそんなあんまり分かんなかった感じはします。痛い気持ちいい。あ、気持ちいいと思ったと思う。お、すごい。すごいですか？才能持ってるんじゃないですか、もしかして。本当ですか？エロの、うん、エロの才能。ね、ちょっと全然普通に答えてくれますね、なんか。そうですね。もうちょっと聞いていいですか？何ですか？言っちゃうんですか？そうですね、最近覚えました。覚えたってあれですけど、はい、マスターします。そう、それはどんな感じで、どこで見たの？どんな感じ、なんか、相性じゃないですか。あー、外ですかね。おー、めっちゃオブラートに包んで喋ってるけど、まあ早い話がクリトリスですよね。そうですね。そうですね。早っ。自分で触ったりもするの？あ、そうですね。この明るいスタジオのこの中でオナニーの話してますよね。ちょっと恥ずかしいですね。めっちゃ暑いですよ。どんな感じですか？どんな感じ？うん、あの頻度と言いますか、ね。頻度？うん。昨日は。そう、今日撮影なのね。そう、全然いいんですけど、性欲強いんですかね、じゃあ。え、そうなんですかね。自分でどう思う？あんまり自分じゃ分かんない。毎日でもできる？毎日でもできるか、うん、エロい話してるとエロい気分になりますか？そうですね。なってきてる、うんうん、ちょっとほんのり、ねね、ちょっと暑いですね。体温上がってきてますよ、うんうんうん、暑いですね。寝てます？ちょっと、え？え？自分でわかる？どんな感じ？わーって感じ。ちょっと熱くなるみたいな。うん、熱くなる体。イコール？うん、ちょっと。今のこのトークでどこがぬれポイントあったんだろう。わかんないな。でですね、やっぱこう、会話が。会話が。なんかこれされたらもっとちょっとエロい感じになるみたいな。なんだろう。緊張しました。でも笑っちゃう癖あるんですね。なんか恥ずかしいですよね。笑っちゃいます。じゃ
ゃあ笑う分だけ恥ずかしいってことですか、ね、そうですね綺麗な体してましたね。ありがとうございます。カメラで撮られてる裸を、うん、人生で何番目に恥ずかしいですか、一番そうですよね。まあ、どんどん撮影は進んでいくんですけども、うん、裸になっておしまいじゃないですよねなんかさっき最後なんか言ってましたけどなんて言ってましたっけ、エッチちょっと隣の部屋でもうベッドがあってダイエンさんが待ってます。行きますか行きませんか。行きますあ、今恥ずかしいってことですね。ちょっと恥ずかしいですね。めっちゃ勢いよく言っちゃったなと思って。どういうエッチしたいですか。どういうエッチ、気持ちいいエッチ行きましょう、はい、じゃあそちら出ていただいて扉、うん、そうです、そちらの扉の奥に、中にちょっと確認してください。どうしましょう。何かいます。何かいますゆうちゃん、そこを入ると始まりますへへへ。半日終わりましたけど、終わりましたね。ここまでどうですか。折り返しです。折り返し頑張ります。子供の頃ってどんな子だったんですか。友達が多かったと思います。うん、遊びに行ったりしてましたし、よく、うん、って感じです。好きな男性のタイプ。優しい人、怖くない人年上年下。え、同い年か年上がいいですね。年上って何歳までですか。ここ重要っすよ。何歳まで？でもあんま気にしないよ。上、下はやっぱね、気にしますけど。捕まっちゃうから。そう。ね、気にしないとダメですけど、上はあんまり気にしないですね。じゃあ倍以上離れてても気にしない。うん、そんなに、うん、いい人であれば。世の男子に希望を持たせてくれてありがとうございます。いやいや、そんな。S な面の方が強いって言ってたけど、攻めるのってなんで好きなの？可愛くなるっていうか、可愛く見えるからです。男が？うん。じゃあ相手が結構 M な子でも、あーの方が、うん、声出ちゃってもいいんすか。うん、可愛いと思います。言葉攻めしてくださいっていう。それはどうだろう、あんまやったことないんですけど、頑張りますよ結構男の言うことにはこう答えてくれるタイプ。まあ、うん、頑張できる範囲で将来の夢とかあるんですか。将来の夢、猫とか飼いたいですね。何？猫とか飼いたいです。すぐ飼えるじゃないですか。いや、なんか違いますよ。こうね、広い猫用のお部屋とかね、作ってこう快適に過ごせるようにちょっとね、やりたいですよね。夢？夢ですよ。なんかもっとなんか大きい家住みたいとか結婚したいとかさ。あ、家は別に狭くていいです。そんないっぱいね、広い家あっても。ワンちゃんだ、かわいい
ちょっと眠たくなってきたんですか。うん、ちょっと眠たくなってきました。夕方だし 目がもうトロンとしてる。本当マイペースですね。よくやれます、うん、いいじゃないですか。ありがとうございます。ちょっとスタジオ戻って、うん、マイペースなリオちゃんにちょっとエスな一面も見せてもらいたいな。頑張ります。行きますか。はい。